はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらすごく面白いコーヒードリッパーが届いたんで、こちらご紹介していきたいと思います。はい、名前がね、ドリルドリッパーっていうんですけど、ここにちょっとシルエット映ってますね。こいつがね、コーヒーの濃さを変えられるっていうのがちょっとコンセプトになっていて、まあコーヒーの濃さを変える要素といろいろあるじゃないですか。コーヒーの豆の焙煎度だったり、火加減だったり、まあお湯の温度だったりね、いろいろあると思うんですけど、その中の一つ、これはコーヒーの、まあ要は抽出液、まあ湯の落ちる速度を変えられるっていうのがまあコンセプトなんですよ。まあこれまでね、僕いろんな、コーヒーのドリッパー紹介してきましたけど、まあそれ共通して言えることが、やっぱり一つだからどうしてもまあある程度こう固定というか、一つのドリッパーじゃここまでしかできないよねっていう、こうなんていうか幅、ある程度自由度のあるドリッパーもあるけど、まあそこまでこう劇的にドリッパーでこうお湯の落ちる速度を変えるってなかなかできないじゃないですか。でもそれを可能にしたのがこのドリルドリッパーなんですよね。まあ、とりあえずじゃあ開けていきましょう。よいしょ。うん。まず取扱説明書と、こちら、ドリッパーが入ってますね。あ、本体、これだけでかいのは。結構でかいね。で、特徴的なのが、はい、こちら。わかりますか？ここにね、ネジでね、はい、パーツがついてるんですよ。これを、このね、本体、下部に取り付けるわけなんですよね。だから二つついていて、片っぽが S、もう一つが、M って書いてありますね。この二つをアタッチメントとして、この下に取り付けて、はい。物理的にというか、もう、ドリッパー自体で、お湯の落ちる速度を調節できるわけですわ。まあ、かなりのアイデア商品だよね。今までさ、お湯の速度、てか落ちる速度を変えるっていうと、大体まあ、お湯の、なんだろう、注ぎ方とかで変えてきたけど、こんだけね、多分確実に、お湯の落ちる速度を変えられるってなったら、まあ入れるのも楽だよね。リブの感じとしては、まあ結構上の方からがっつり入っていて、半分がまあ半分途中で止まってる感じ。あとはもう下まで突っ切ってる感じですね。とりあえずじゃあ、このまんま入れてみますか。これと、これと、これ。まあ3段階あるらしいんですよ。とりあえずじゃあ、一番まあ広い、このね、普通のドリッパー状態と、一番ちっちゃいやつで、遅いやつでね、やってみましょう。よし。はい、そしてペーパーですね。こちら一応ハリオの1杯から4杯同量のでかいサイズ準備したんですけど、どうかな。よっと、お、いいね、ぴったりサイズですね。うん。いいね。とりあえず、まずはアタッチメントなしでやってるけど、リブが結構長いし、多いから、落ちる速さ的にはどうなんだろうな。遅くはないと思うんだよね。うん、やっぱそうですね。螺旋タイプよりは、ま、さすがにね、遅い気はするけど、まあ、中間くらいかな。早すぎず遅すぎず。これだけでも、これ単体でも普通に入れやすいドリッパーですね。こっから多分アタッチメントでこう変えていくんだろうね。うんうん。オッケーオッケー。うん、そうだね、やっぱり。ハリオまでいかないけど、まあ、ハリオよりちょっと遅いくらい。そんなに遅すぎない。よし、オッケー。じゃあ、下ろします。はい、じゃあ次、アタッチメントありでやっていきましょう。アタッチメントがね、これ2種類あって、S と M。S の方がちっちゃいですね。はい、こんな感じでわかるかな。こっちが S。まあ、だいぶ穴ちっちゃいですね。で、こっちが M。そこまで大差ないけど、まあ、S の方がちっちゃいから、とりあえず、一番遅そうな S でやってみましょう。ここに合体させるわけだな。はい、いきます。よいしょ。うん、まあ、取り付けもすごい、簡単ですね。はい、しっかり閉まります。本当にだいぶ穴がちっちゃい。
だいぶ遅くなりそうですね。はい、じゃあやっていきましょう。よし、いきます。やっぱりすごい細いね。ゆっくり出てますわ。上の膨らみも、そうだね、しぼみ方がだいぶ遅いですね。まあここに適した注ぎ方っていうと、ちょっとね、まあこれから考察が必要になるかなと思うけど、まあ逆にさ、この、落ちるのが遅いから、まあじっくり行くべきか、それともそこに圧力とかなんとか重さというかね、水で、圧をかけたいから多く注ぐとか、まあいろんな考え方あると思うんで、これはまあ多分探り探りになってくるかなとは思うんですけど、だいぶ違いますね、やっぱり。あ、だけどね、この音聞いてわかるかな、結構細いけど勢いはあるんですよ。だからちょっと正直心配していた、遅くなりすぎないっていう心配そこまでないですね。なんだろう、今まで使ってきた、まあ、いろんなドリッパーありますけど、その中でも、まあ、深入りに適した遅めのドリッパーに、まあ、近い感じ。その中でも、まあ、一番、まあ、濃い感じになると思うけど、そこまで、びっくりするほど遅くはないですね。いいね。ああ、じっくり落ちてますわ。よし。OK。じゃあ、下ろします。というわけでね、2杯とも入れ終わったんで、こちら飲み比べをしていきたいと思います。まあ入れた感触としては本当に面白かったですね。全然違ってさ、やっぱり多分濃さもだいぶ違うと思うんですよ。まあ先に普通の方から、アタッチメントなしの方からいただきます。ちょうどいいね。いつも僕がよく使っている河野の名門よりはだいぶ軽めかな。オチラーズもそうだったし、まあハリオまでいかないけど、いつもと比べると、河野の遅めのやつと比べるとちょっと柔らかめって感じ。じゃあ次、アタッチメントありの方いただきます。やっぱり濃さ変わりましたね。あ、俺こっちの方が好きかな。あ、しっかりどっしり重たく出てる。うまい。蒸らしてというか、しっかり抽出時間かけてじっくり入れましたねって味がしますね。あ、これは明確に違うよ。まあもちろんどっちも美味しいけどね。こうやって好みでやっぱいろいろ変えられるってすごい面白いよね。コーヒーってこういう面白さがあるから、まあこれまでは火加減とか入れる速さだったりとかでね、いろいろ変えてきたけど、新しい要素が加わりましたね。ドリッパーのアタッチメントで変えるっていうね。ドリッパーを変えるじゃなくて、ドリッパー一つでこうやって変えるられるってね。まあ今までありそうでなかった面白い、まあアイディア商品的な感じかなと思いました。すごい、いいっすね。まあどっちにしても美味しいコーヒー入るし、柔らかいのも濃いのも、まあ日々の気分で変えられるっていうのはすごくありかな。やっぱりコーヒーチャンネルやっててすごく思ったのが、いろんなユーザーがいるからね、いろんな需要ニーズがあるから、すごく入れる技術をめちゃめちゃ極めたいとか、そういう人だけではないしね、こうやって手軽に買える道具があったらいいなっていうお声ももちろんあるんで、いや、そういう方にすごいおすすめかなと思いました。ちょっと気になった点としては、大きいサイズしかないから、まあこれがもう一つね、ちっちゃいサイズも出たらさらにいいかなと思いますね。まあこの今後のサイズ展開とかすごく楽しみですね。いや、物としてはすごくね、美味しいコーヒー入るし、調節簡単だし、すごいいいと思いました。あと、そうだな、付け加えて言うと、こういうさ、まあ、コーヒーに限らず、いろんなこう便利機能がついている器具って、ちょっとアタッチメントとか邪魔だなとかいう場合が多いと思うんだけど、掃除機とかもそうだし、これの場合、すごい簡単なんですよ。取り外しとか、邪魔にもならないし、すごいいい位置にいるなと思うしね。ありだと思います。シンプルで利便性、実用性があって、で、しかも抽出技術を上げなくても、当たり前にね、当然にアタッチメント変えるだけで簡単に一発で、抽出速度変えられるわけですから、まあ、
なんだろう、これまでこういうの欲しかった層っていると思うんですよ。その層にめっちゃダイレクトに刺さる、商品かなと思いました。ぜひぜひ、ほんと面白いんで、もしよろしければチェックしてみてください。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。